こんにちは、クリッカー夏猫です。お台場特設ステージで開催されたモンスターエナジープレゼンツ D1 グランプリオールスターシュートアウト、2日目となる日曜日は昨日の天気が嘘だったかのように雲一つない快晴の空の下、さらに1台の D1 マシンがシェイクダウンされました。そのマシンとは、昨日東洋タイヤブースに展示してあった GR スープラ A90 が川端選手のドライブでお台場特設会場にてシェイクダウンされました。この GR スープラで単走にも出走した川端選手はまだ慣れないであろう新車のスープラで見事4位に入り、世界初となる GR スープラでの追走に進出しました。追走1回戦では接触などもあり、残念ながらベスト8でその姿を消してしまいましたが、シェイクダウンとは思えないその走りはポテンシャルも十分。夕方から行われた第2部では土曜日の走行でトラブルが起きた斉藤第5車も無事復活し、2台揃って単走に出走しました。今回会場を大いに沸かせたこの2台が3ヶ月後の D1 グランプリ開幕戦でどんな熱い走りを見せてくれるのか、今から楽しみでワクワクが止まりません。We'll be right back.